ダンロッシル子者区は、イギリスの子者区、貴族、連合王国貴族爵位。ウィリアム・モリソンは、閣僚職を歴任した保守党の政治家で、庶民院議長退任後の1959年11月12日に、連合王国貴族として、インバネス州におけるノースウィスト島ばらくのダンロッシル子者区に譲された。その後、初代死者区が、 オーストラリア総督在任中の1961年に亡くなるとその息子のジョンが釈与を相続した。二代子者クジョンは外交官として活躍し、フィジー高等弁務官やバミューダ総督を務めた。その息子である三代子者クアンドリューが2020年、現在のダンドシル子者区下限頭首であり、アメリカ合衆国テキサス州サンアントニオに今日構えている。一族の邸宅は、 ノースウィスト島、ロッホマディに位置するダンロッシルハウス。皇定推定相続人は、厳冬主の息子であるカラム・ワラスデア、ブランデージ・モリソン・閣下。ありがとうございます。